ビューの影響で右心系のわしゃ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 ってね、もう全部騒音逆流症の雑音の特徴というところに入っていこうと思います。で結論を言うとですね、 MR の雑音簡単じゃんと思いがちじゃないですか、シャーってね、だそんだけでしょ。いや違うんです。僕ね、これ自信満々で騒音逆流症だと書いたらエースだったということもあるんですね。なので今日はね、典型的なパターンと典型的でないパターンが MR にはあるんだっていうのを強くお伝えしたいなと思います。いきます。騒音逆流症のですね、まず V ですね、まあ、これは結構もう基本中の基本になるのかなと思うんですけども、騒音逆流症はですね、今日マッチョ君と一緒にやりましょうね。心線部が最強点ですね。心線部が最強点で液体の放散あるいは肺部、特にですね肩甲骨と肩甲骨の間ぐらいで聞こえる、だから背中で聞こえる雑音を聞いたら MR を疑えっていうところになっていきます。で典型的なこの原因ナンバーワンの原因の左心室の心拡大が起きた場合、左心室の拡大が起きた場合に MR が起きるとこの範囲で雑音が聞こえますよということになりますが、これ赤字で書いている腱索断裂が起きるといいですか、前線がいいですか、これ前線後線って書いてますけど、僧帽弁って2つの弁ですね。前の弁が壊れると後ろに吹きます。で後ろの弁が壊れると前に吹くね。腱索断裂では特別に後線が吹いた場合、これがポイントです。後線が断裂した場合は前に吹いていきますね。なのでいいですか、この前に吹く雑音のパターンってね、ASみたいになるんですね。しかもジャーって出ることが多いので AS みたいな雑音になりえますよって、ね、分布的にはですね、こっち側に吹きません、後ろ側には吹きないと、ね、なのでここはね非常に注意ですね。光線が吹くと前に吹くっていうのをちょっと覚えておいていただけるといいかなと思います。では次に音質っていうところに入っていきます、はい、音質はですねこれ、AS の時に屈出性雑音って話をしましたが、この MR の時は典型的な逆流性雑音って僕は言わない方がいいと思います。いいですか。ここにパターンがまた出てきますけれども、まず最初に典型的な話をしますね。典型的にはこの形ですよね。皆さんよく教科書でも見ますよね。で、のべーっとしてですね。しかも好調な音なんで、シュッ、シュッ、シュッってよく習いますよね。でもこれのポイントはですね、何がポイントかって、1音と同時に始まり2音を超えることもありますよってことが、これでもう一番大事です。シャーより大事ですね。シャーです。シャー、はい、ということはラッタラッタの間にラッシュラッシュラッシュ、ね、ダップがほとんど聞こえなくなりえますよってことがポイントです。でこれ何で起きるのか、A 弁が閉じた直後も砂防圧よりも心室圧、左室圧が高いと起きますよ。これ想像つきますかね。はい、2音の成分 A 弁が閉じた、だ当然拡張器ってことですよね。拡張器に入ったっていう時にまだ逆流が続いてますよってことですね。だから当然左室圧が高いね、逆流が強いほどこれは続いていくってことですね。2音を超える、まあ、ほぼ同時か超えるぐらいな感じと覚えておくといいかなと思います。だから超えるですね。これ AS との大きな違いなので、AS の場合はラブシュッダップ、ラブシュッダップでしたね。ね、MR はラブシュッ、ラブシュッってことですね。ちなみに、いいですか、皆さんぜひ聴診器を持ってもらって、AS の時にやってもよかったかなと思うんですが、音の差をね、ちょっと皆さん、疑似体験しておいてもらえたらいいかなと思いますけどね。この聴診器をですね、いいですか、握りしめます、ね。膜を握りしめます。そして、MR マーマーを疑似的に体験できます。この人差し指をですね、この手の甲にシュッ。こうするとですね、MR 用のシャーという好調の雑音になります。はい、逆に、AS、ね、場合はゴー、ゴー、ゴー、ゴーっていう音が聞こえてきます。だから AS の練習の時は1、10、タ、1、10、タ、弾くと2音もなりますよね。これ2音の時、 MR の時は優しく外すとしたら2音がほとんど聞こえないみたいな感じになるので、ぜひちょっと試してみるともいいと思います。でもう少しポイントいきますと、
高い圧格差で血流が少ないとより好調になりやすいですよ、ね、圧格差が高いとピャーッと好調になるので、このシャーがですね、シャーじゃなくてジャーになる可能性もあるっていうところがポイントになってきます。でね、エースと違ってやっぱりね、この左心室と左房の圧格差の問題で音質がガーッと変わりやすいので、これって言い切っちゃっていいのかっていうところがポイントなんですね。 MR の最大のポイントですね。音がいろいろあるっていうんですね、はい、でさらにちょっといきましょうね。こっち行きますか、先にね。そういう意味でですね、圧格差によって音がですね、これ言ったように ねダイヤモンド型になりますよってことですね。あるいは後半からシャーってきますよ、ね、これいわゆる収縮中期クリック後ですよね。ブシューってなることがあるよ、ブシューってなってる間に音が閉じると、これ見ると全然違うんですね。で、これ覚えらんないっす。僕も無理っす。だから、どういう理解でこれを書いたかっていうとですね、ここなんですね。MR マーマーはダイヤモンド型になるよってことですね。なり得ますよ。だから、ジュワッてもいいわけですよ。だから恐ろしいわけね。だから MR 典型的で簡単じゃん。では、実はないってことですね。なので、ジュワっていうね、いわゆる屈出性雑音になる逆流症ってことですね。だから言葉が混同しちゃうので、屈出性逆流性っていうのはもうやめようっていうのがよく言われてる死語ってやつですね。マクギー先生が言ってる死語ですね。はい。あと最後ですね、なんていうかな、雑音の音の変化っていうところをポイントとして捉えておくと、まあ面白いし、他の収縮期雑音との鑑別につながりますよ。呼吸性の変化、呼吸性の変化で雑音の音の大きさが変わりますよっていうのが一つポイントですね。息を吸うと、いいですか、これもよく出ますね。息を吸うと静脈管流の影響で右心系のボリュームが増えますと。で、逆に左心系は減ると。左心系は減るので MR の雑音は小さくなる。逆に右心系の雑音が増えるので、三尖弁逆流症の場合は多くなる。で、これはまあ比較的教科書的な話ですけれども、これ TR の時また言いますけれども、これリベロカルバル兆候ってことなんですが、息を吸うだけでですね、そもそも、いいですか、肺が被っちゃって全体的に小さくなるので、それを加味しなきゃいけないので、これまあまあ、理屈は簡単、現実難しいサインです。あと面白いのこれですね、末梢血管抵抗の変化。これもね、衛星の時もしましたね。うわーってこう、バルサルバをすると、いいですか、末梢血管抵抗が高まって、来るなーつって左心室から大動脈弁の方に出にくくなるので AS の雑音は小さくなると。逆に出にくくなって、左心室こう出にくくなった分が MR に行くので MR の雑音は強くなると。これなかなか使えそうですね、はい、ですか。これ VSAS フィジカルってやつですね、はい、もう一つあります。 VSAS フィジカル、これ AS の時にも出ました。気外収縮後パパッと早く来たら次の拡張期の時間が長くなるので、 AS の場合はいいですか、 AS の場合は雑音が強くなりますよってことでしたよね、はい、逆に MR の場合は雑音は変わらないってことですね。タタッチャーチャーってことですね。なんで変わらないのかっていうと、気外収縮の後の拡張期が長い時間があったにせよ、その増えた血流はほぼ大動脈弁の方に流れるんですね。本流に流れちゃうので逆流量はほとんど増えない。なので雑音の強さは変わらないということになっていきます。いいですかね皆さん。これね、もう一回言うとポイントは AS との鑑別が結構やっぱり難しくなるので、ジュワってここに来た雑音でもうあれこれ AS だよねと思いながらもうどうかなと思ってこういうのやると、この2つを待つっていうのは一つすごくポイントかなと思います。いいですかね。必ずしも、ま後ろ液化には吹かない、ね、ラフシュラならないというのと、二音を超えることがあるっていうのが MR の雑音の面白いところかなと思います。